オーバーオステンドルフは、ドイツ連邦共和国バイエルン州シュバーベン行政、関区のオストアルゴイ軍に属す、町村であり、ベステンドルフ行政共同体を構成する、自治体の一つである。オーバーオステンドルフは、アルゴイ地方に位置する。この町は、公式には5つの地区からなる。このうち小集落や、孤立農場などを除く集落を以下に列記する。この町は百九十年に、 オストリンドーフとして初めて文献上に記録されており、隣接するバールと共にこの周辺地域では最も古い集落に属す。現在の町域はアウクスブルク市協領に属し、帝国自由都市、カウフボイレン及びヘルマンフォンウントー・グーテンベルク家が統治した。1803年の帝国代表者会議主要、決議以降、この町はバイエルン領となった。 蝶々は、ヘルムートホルツオイである。図柄、赤字に、底部から伸びる銀の三角図形。その先端に、銀の鳩。鳩は、くちばしに6つの突起がある星を加えている。オーバーオステンドルーフの、境界見どころは15世紀に建造された、旧巡礼教会のマリア飛翔天教会である。オーバーオステンドルーフは、修道2035号線沿いに位置している。 1 2トル離れたブーフローエ駅は、アルゴイ鉄道とアウクスブルクブーフローエ線及びブーフローエリンダウ、線の乗り換え駅であり、インターシティやユーロシティが発着する。ありがとうございます。